わーわーいいんだ。すごい。ね、皆さん祝日に寒い中ありがとうございます。本当に今日ね、今日に限って寒いから。これはマイクが入ってる。あ、入ってない。今入りました。すごい満杯。大丈夫ですか？ね、そこか雪降ってないですよまだ。あ、みぞれぐらい。ギリギリ。雨はちょっと。雨。あ、ね。ね、もう今日はすごいなんか謝罪会見みたいな確かに感じです。いや謝罪することはいっぱいあるよ。ありがとうございます。はい、ちょっとでも自己紹介する。私謝罪することあるの？あれでしょ、ね、放送でカットは、うん、そうね。あれカットしてあってあれだからね。カットしてない部分も不可能放送だそうですよ。ね、適切発言が多いですけど。ちょっといつもねなんかその、うん、あの東村プロのマンションの一室で。地べたに座ってですね、カーペットも何もない地べたに座って録音してるんですよ。うんうん、その原宿にある事務所で。で、みんな、なんていうか、地べたに冷たい床に油をかいて周りに座り。おしゃれに行きたいんだよな、今日は。でも今日はこう、お客様いて、こうちょっとね、お花も。このお花すごいね、桜じゃん。ね、え、桜？これ桜でしょ？桜だよ、早咲きの。これ誰が送ってきてくださったんですか、ね、どなただろう。よっぺいらしいですよ。嘘、うん、ちょっとよっぺいさんらしいですよ。よっぺいさんの話もしたいけど、タイトルコールやりましょう。はい、やりましょう、やりましょう。はい。はい。じゃあ行きますね。はい。そんなに。これ配信してるんですよね。してますよ。じゃあ皆さん。はい、じゃあ行きます。はい。じゃあ行きますね。そんなに気がしないことで言うドキドキしてきた。なんでだよ。言うだけだ。恥ずかしいじゃん。恥ずかしい。私いつもこのタイトルコール恥ずかしいと思いながらやってる。そうなんだよ。いきます。なんかもぐもぐ食べながら言ってると思ったけど。東村明子と虹組キララのリモートアームライト。歌いましょうか。せっかくね、二人でこうやってもう照明も当たって、ちゃんとメイクもして。メイクもしたね。うん、街で噂の辛口いいスパイシーが。おばさんたちなのよ。おばさんたち。てん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 。乗っちゃうからさ。乗っちゃうからさ。ちゃちゃを歌わせていただきましたけど。はい、じゃあ行きましょうか。今日はラジオだからね。よっぺさん、すごいね。お花送ってくれたこれ。ただね、お便りがね、よっぺいさんもネタ切れしたのか、うん、なんか年賀状についてのテーマトークとか、うん、あとなんか、ね、あ、ありがとう。ロッキーです。どうも。ひなちゃんビールね。私ビールね。はい。ね、なんかそういうのしか来なくなって、これ BGM とか流しておいて。なんか BGM どうしますか。少し薄くする。ちょっと薄く BGM 流します、うんね、谷川さん。今日谷川さんがすごい張り切ってるんですよね。お笑いライブの時とテンションが全然違うんですよね。ラジオが好きなのかな、あの人はもともとね。あ、そういうこと。うん。よっぺいさんはネタ切れになってるから、うん、見てたらもっと面白いいつものようなやつを送ってください。なんで今回は悩みじゃないもんね。悩みじゃないからね最近。そうそう。さあちょっとじゃあみんな前説大ね、すみませんね、地獄の時間に合わせてうちの若手がね、やりました前説、ね、ちょっと、乾杯する先に。うん、乾杯しません、ね、はい、飲み物皆さん頼んでいただいてこの寒いのにありがとうございます。じゃあ、もう持てる方だけで大事なんですよ。はい、箱ですよ、お願いします。はい、では、皆さん、明けましておめでとうございますね。もう2月ですけども、もうちょっと急に寒くなったりとか、みんな体調崩しがちになってますけども、はい、今日はですね、何杯でも飲んでいただいて、楽しくやりたいと思います。はい、乾杯。乾杯。私、ちょっとオレンジジュースだけど、乗ってきたらお酒飲もうかな。うん、乗ってきたら、うん、乗ってきたら。もしお酒頼みづらいとかあったら手挙げてくれれば後からね芸人が出てきて、うん、誰かが持ってきますんで、はい、言ってください。さあ早速ね、はい、お悩みの前にお便りが来てます。超長いんだけど牧子先生の思いが溢れてるからカットできんっていうね。これさいつもさ読むわけじゃん、キララちゃんがお便りすごい結構ね大変そうに読んでるよね。いきますよ、うん、ヘトヘトになってありがたいですよね。ヘトになります。はい、ラジオネームパピコさん、うん、どうやら配信見てらっしゃるようなんでね。パピコさん、34歳福岡県在住、うん、メス豚の方です。あきこ先生、キララさん、芸員の皆さん、初耳です。初耳です。初
初めてのお便りってことね、今日は東村先生にちょっとでも褒めていただきたくメールしました。おそれは先生のおかげで婚活を頑張り6年前に結婚できたということです。の漫画は小学生の頃に友達の家に置いてある奇世界ゆかちゃんを読んだのがきっかけでした、その後大学は宮崎へ、その頃はひまわりが連載されており、ミスド前集合してから、何通り立花通り立花通りですよ。立花通りで飲み歩きしていた私は宮崎県民え読めないのって言われて、その土地ならではの話もドンピシャにハマって、ますます先生が好きになりました、20歳頃から結婚を意識して恋愛をするようになり、20代半ばからは婚活パーティーやマッチングアプリの活動を毎週のように行って数え切れないほどの出会いと別れを繰り返しました。正直周りからはなんでそんなに頑張るのという冷ややかな視線も感じましたが、私は生理が重く婦人科の先生に妊娠しづらいはずだから早めに妊活した方がいいと言われて結婚に焦っていました。ちゃんと計画的に早めからちゃんと動いた感じなのね。3分の1ね、3分の1、はい、そんな婚活の毎日の中でついに今の旦那さんと出会い、会って4ヶ月で入籍まで持ち込めました。1回目はサンシャイン水族館で 手をこっちからつなぎ、これからの結婚生活について話を詰め、2回目のデートでは大宮のゼクシーカウンターにさりげなく連れて行って入籍までのスケジュールを見せることに決めていただきました。そんな感じでグイグイに押しに押して結婚した旦那さんは10歳上ですがめちゃくちゃ優しいです。2人のメス子豚にも恵まれて今はテンパリママ真っ最中です。婚活ガチ勢の私は脳が婚活に支配され、結婚してからもしばらくはマッチングして付き合った彼と別れることになったという悪夢を毎晩のように見ました。起きて指輪してる結婚できてると毎回安堵です、正直ダメンズウォーカーで数々のダメンズに引っかかってきた私なので、二度と婚活はしたくないです、結構詐欺に遭い30万ぐらいなくなる、ボクサーと付き合ってキックボクシングを習う、これ別にいいじゃん、アメリカ人と付き合うが国に帰ってしまう、ガンダムオタクと付き合い喧嘩した際にツイッターに火炎瓶投げてやると脅される、今でも旦那に高尾さん一緒に登ったよねとか話をすると、いやそれ俺じゃないと言われるぐらい誰とどこに行ったかわからない状態です。婚活が辛すぎて上野動物園のパンダが妊娠出産してニュースになった時、パンダでさえ相手ができるのかと上野で昼から友達とお酒を飲んでました、婚活時代のバイブルはタラレバ娘でいつか結婚できるはずと頑張ってよかったなと今は思います、やっときたか先生に一言、よくやったパピコと言っていただけたら長かった婚活生活を成仏させて今のこれまた辛い育児生活を頑張ると思うのです、あのねもう偉いこの子は本当に、あのねやっぱねそうやって女の人がある程度ちゃんと段取り組んで、女の人ってほら年齢でいろいろもうさ、制約ができてくるから、男の人はそれが分かんないわけよ、まあいいじゃん今が楽しければで数年過ぎてで飽きていくじゃんお互い3年ぐらいから、だからそのいろんな反省をね、で経験になってさ、それでもう早め早めに動いたわけじゃん最後の旦那さんは、スキルがついてるから、それなかなかできないのよ世の中の女の人ってこう、さりげなくゼクシーカウンターに連れていくのが、重いかなみたいになって、なんかそのさ怯えてるうちに何年か経つと飽きて別れちゃうのよ、でも本当にこの方はだからそのキックボクシング習ったりとか、アメリカの人と付き合って国に帰られたのとかが全く無駄にならずにスキルになってこうやってちゃんとね計画的に、まあだから30ぐらいで結婚したんじゃないの、29とか30ぐらいで、6年前だもんね、優秀です、素晴らしいと思います、頑張った、結婚が全てではないけど、ね、したい人はちゃんとこうやってね計画立てていかないとね、あと産業残ってるからね、昨夜身も蓋リスナーオープンチャットのみんなと、ディスコードでしゃべり会をした時に、パピコ絶対メールすべきとなったので、勇気を出してメールしました、みんな聞いてる読まれたよまたしゃべろうハートという、皆さんパピコよろしくお願いします、ね、思いましたねこれね、さあじゃあねお悩みを早速いきたいんですが、その前にいつもはねこうにぎやかしの芸人たちを呼んでみましょう、皆さんお願いします、はーい、はーい、よいしょ、こんにちは、こんばんは、こんばんは、こんばんは、どうもこんばんは、こんばんは、よいしょ、ね、よろしくお願いします、はい、こんばんは、
ごめん、間違えた。座れます座れてる椅子足りそもそも。なんとうまい子さんが配信の方で。ちょっと行きます。いや、嬉しい。ありがとうね。ありがとうございます。すごい。すごいね。じゃあ、こっちに行きます。そっか、席数増やしたから、1日なんですね、今日。すごい近い。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。なんか、噂で聞いたんですけど、みんな割と私とキララのお悩み相談まで聞いて芸人コーナー聞かない。待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。誰かな、だから誰かな、あれなんだろう、この人たちっていう方たちがいたらごめんなさいね。正直芸人コーナー飛ばしてるよっていう人よかった。正直は過ぎ本当ですか。本当に最善の目案でお客さんが手を挙げたんですよ。それでなんと、自由だからね。なんとですね、はい、あの配信のももさんが芸人コーナーちゃんと聞いてますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、皆さん聞いてくれるみたいでよかった。本当によかった、ね、ここに来てくださるほとんどの人たちは、うん、聞いてくださってる人が、うん、まあ多 い, と多い。あとは遠慮して手あげてないから。優しい人が多い。さあ、お悩みですけど、はい、あの今回ね、公開収録ということでいっぱいお悩みが来ました。おめでとうございます。いつもは私が選んでるんですけど、うん、今回は、うん、ババッと選んだ中から愛子、うん、先生に選んでもらって、うん、時間までお悩みに相談ね、悩み相談乗っていこうかと思ってます。はい、はい、なのでこの中からちょっとこう、はい、短めに答えて、うん、ちょっと多めに、いつもほら、うんうん、3通とか4通とかだけど、うんうん、ちょっと数いく感じにしますか。どっちでもいいです、ね、もし、ここで読めなかったとしても、うん、次ラジオでまた撮っておいて、はい、あれしますんで、うん、あれしましょう。さあ、いつもありがとうございます、はい、お悩みからいきましょうか。じゃあ私、うん、やっぱ A は絶対答えたいっていうか、あーなるほど、好きな話題ですね。長いよ。長いんだよ。 A 長いよ。すごい。 A 選ばれるに決まってるじゃん。 A なんだから。ちょっとじゃあ行く。すごい、行こうよ、はい、ラジオネームダッシュウンニューさん、28歳、宮崎県在住メス豚の方です。お、宮崎で。はい、ちょっと早口でいきますね、うん、はい、付き合って6年半、同棲4年の彼氏の浮気を今朝初めて発見しました。彼氏は引っ越したの27歳です。もうときめきなどはなく、夜は年に6回ほどですが、うん、結婚の話もよく出ていて、そろそろかなと思っていました、うん、仲も居心地もいいし、うん、結婚すればこんなもんだよなと特に危機は感じてませんでした、うんうん、彼は浮気不倫が大嫌いだと昔からよく言っていて、うん、ドラマで不倫のシーンがあると気分が悪いと言ってチャンネルを変えるほどです、彼からの提案でスマホのパスワードと位置情報も共有しています、うん、しかし男は浮気をする生き物、うん、こんな人でもいつかは浮気するんだろうと思い続けて6年、変わらず愛してくれていたので、うん、この人本当に浮気しない人なのかもと思い始めたバカな私、うん、そして、うん、ついにこの日が来ました、うん、内容はよくあるやつで、うん、マッチングアプリで知り合ったシングルマザーとキモエロい LINE をしていました。キモエロい、キモエロい。年末私が実家に帰る大チャンスに会おうとしていましたが、まだ未遂のようです、うんうん、思えば半年前、マッチングアプリの料金未払いの督促のハガキを発見、うん、払いよ。これはまずい。少額で海外からの請求だったため、彼は不正利用されたと言い、他に怪しいところはなかったのでとりあえず信じましたが、その頃から他の人ともしていたのでしょう、うん、私は社会人になるまで彼氏がおらず、彼が初めての彼氏です、うん、見た目よりも性格が好きで付き合いました、うん、坂口健太郎のような雰囲気の人がタイプですが、うん、彼は何もかもが真逆で、うん、元ラグビー部のがっちりした色黒で、仙人君によく似ています。正直タイプではなかったのですが、彼からの猛プッシュで軽い気持ちで付き合い、6年半も経ってしまいました。私のことが大好きなのが彼の好きなところだったんです。しかし今回の件でそこがブレてしまい、彼を好きなのか結婚していいのかわからなくなり、別れるか迷っています。 LINE の感じからして遊びのようなので浮気自体は許せるのですが、彼氏に泣いてしまいました。身長が同じなのも、
最近ハゲてきているのも、低収入なのも、15キロ太ったのも、おバカで言葉が通じない時があるのも、すべて許せてたのに。すごいな。何もかもがきちょいです。さらに問題なのは、今のところ私がそこまでショックを受けてないところです。浮気の話は友達などからよく聞いていたので、初めての体験に、ついに私にも来たと興奮し、よく聞く段取りを遂行。問題のラインを写真に収め、雰囲気で泣いてみましたが、30秒で涙は止まりました。私は酒癖が悪く仕事も転々としているし、ここ最近かなり女を捨てた態度をしていました。こんな女なのになぜ別れないのかずっと疑問でした。それにもかかわらず、可愛い、大好きと言ってくれる彼に甘えていて、ついにこの日が来たんだなと思います。ちなみに、この件について彼にはまだ話していません。しかし私の態度で薄々気づいているようで、ベタベタしてくるし、やけに優しいです。ちょうど今、唐突に日頃の感謝を伝える LINE が来ました。不自然。彼に甘えて自堕落な生活をしていたので、別れることで自分が変わるきっかけになるような気もしています。しかし私は28歳と6ヶ月、もうすぐ30歳です。同棲もしてるし、6年半付き合った情も思い出も感謝もあり、別れるかかなり迷ってますということですね。なるほどね。まあね、だからまあ6年半、まあでも若い時から付き合って6年半でまだ28歳でしょ、うんうん、でもさっきのパピコちゃんみたいに段取り組んでいかんとこういう感じになる、まあいつものパターンっていうか、だいたい、うん、その、あの若い時から付き合った人たちがだいたい陥る、まあ、この感じ、うん、あ、そうなんだ、だいたいみんな、だいたいこれで、なんかだいたいこれなんだ、だいたいこれで別れちゃう、あ、そう、結局、まあ、なんていうの、まあ、別れるしかないと思うんだけど、私は。まだ28歳だし、うん、だって、うん、多分他にもやってるよ、浮気。あ、の人だけじゃなくて。このなんか、不正利用されたっていうのが怪しいっちゃ怪しい、うん。だから、まあ、会ってる人もいるかもしれないし、まあ、いるでしょ、何人も。だって、マッチングアプリで探してて、その、職場にいる、うん、あの、女の人と、そういう関係になった、とか、じゃなくって、マッチングアプリをもうアプリを入れてんだからさ、ここに。お金まで払ってるんだから、それは意欲的に一番効率のいい方法で探してるわけじゃん、この浮気相手を。で、彼女のことは もちろん好きなんだろうけど、いや別に男の人が浮気するのはもうしょうがないけど、結婚したら、なんていうの、じゃあさ、この人のために、なんていうの、頑張れますかっていうことなんですよ。あー、なるほどね。おかずが一品減るでしょってことなんですよ、このことで。うん、それどういうこと、おかずが一品減るでしょって。何言ってるの、そのシングルマザーとキモエロライン事件の記憶があると、これがなかったら、例えば疲れて帰ってきても、彼が今日あれが食べたいなって言ったら、あのエビフライ食べたいなって言ったら、うん、分かった作るわってなるけど、これがあるとエビフライ食べたいなって言ったら、え、揚げ物揚げろとってなる。それがなんか野菜炒めとかになって、なんていうの、グンってサービスが下がるでしょ、これが野菜炒めになるのエビフライが、そうそうですよね。でもお客さんの、うんうん、そう、ね、だからその結局そのキャッチボールだから、でこっちがさ、エビフライって言ったのに、もうちょっと揚げ物する元気ないから、油もこんだけしかないしみたいな、エビフライさ、油もないし、油っちゃうんだよ、安心よ。だからでもコンビニに買いに行く気力もわかないですよ、この人にはね。なるほど、わかりやすいね。そうなると彼の方は、俺はもうこれは許してもらって結婚してると思ってるから、まあなんなら忘れてるから、そうね。そしたら彼はその、あ、俺はエビフライ作ってって頼んだのに作ってくれないんだ、油をコンビニまで行ってくれないんだ俺のためにはってなるでしょ。そしたら今度こっちがなんかこれやってよっていう時のサービスが下がるでしょ。だからなんていうの、物理みたいな、なんかそのボールをさ、こうキャッチボールするボールがこうだんだんなんかさ、山がさ低くなっていくのよ、夫婦って。これがあると、でまだ28歳だから、まだ大丈夫だから、31、2歳ぐらいまで4年あるとして、多分まあこの人多分面白い人だし、普通に表になると思うので、この感じだと、この破天荒な感じとかも好きな人っているじゃん、男の人って。そうね。
だからもうスパと一日でも早く別れて次の人に。じゃあお言葉いきましょうかね。身も蓋もないお言葉お願いします。いいよ。次に行って、うん、もうその人が、あ、すげえ嫌だな、お前の人まだマシだったわってなったら戻ってもいいんじゃないですか。あ、うん、あ、なるほど、うんうん、戻りもありなのか。うん、だからこの人も一回しか付き合ったことないから、うんうん、確かに、うん、戻るのもあるよ、世の中ね。でも一回別れたらいいじゃない、クソ野郎だよこのやつ。アプリでさ、ダシユンジュさん頑張ってください。あのエビフライをね、あげたいと思える人を探してみてください。さあ次のお悩み、どれいきますか。そうですね、漫画家になりたい、多分ちょっと漫画家、いい、ね、自分が漫画家だということを今思い出したので、いい、ね、ほぼ今思い出せたので、たまにはこういうお仕事を行きましょうか。はい、行きましょう。さあラジオネーム遅咲きのバナナさん、21歳メス豚の方です。東村彦先生、西組キララさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。11月に最新のエピソードから10話ほど聞き始めて、第1回から順番に聞いて、今第30回を聞いています。おすごいね。本当だね、ありがとうございます、ね、漫画家になりたい私に秋子先生からアドバイスをいただきたいです、うん、私は今普通大学の3年生で、小学生の時に漫画家になりたくて少し書いていましたが、中学高校と一切描かなくなり、大学2年生くらいからまたちょびちょび絵を描き始めて、今はもう社会人まで時間の余裕がないので毎日描いております。あ、社会人まで時間が余裕がないので毎日描いてんだ。画力もまだまだなので、とりあえず就職はしないとなと思っているのですが、大学の小学の授業そっちのけで絵を描いてるくらい漫画家になることしか興味がありません。分析や営業などといった仕事は全く楽しめる気がしないのです。会社の犬になるのも嫌です、ね、海外留学中の1年間だけデザインを学んだので、デザイナー関連も探しましたが、漫画ほど興味はないし、デザイナーになるために実習するなど努力する気も毛頭湧きません、もう漫画しかない、漫画がいいと思っています。お、相談したいことは、漫画家になるためにこの職業にしとけばみたいなのはありますか、編集者は自分が漫画を描きたいのに人にアドバイスをするのはストレスがたまりそう、モヤモヤしそうなのと、長時間労働のイメージがあるので避けようと思っています、大企業で働く兄と父は車力のように働いて自由な時間がほとんどないです。しかしパートでは給料も少ないし、漫画家になれなかった時に低給料で苦しむことになります、アシスタントは背景などは全く描けないので、これから練習することになります、ちなみに現在描こうと思っているジャンルはジャンプなどアクション系や伏線すごい系は得意ではないので、好きな BL 漫画 R18 の漫画、を描こうと思っています、長くてすいません、選ばれたら嬉しいです、本当に毎日絵を描きながら聞いています、昨日も大学の授業を受けながら、早く秋子先生とキララさんのラジオを聞きてえなーと考えていました、ありがとうございます。なるほどね。就職、まあ一応ね、暮らしていくためにはある程度収入を得ないといけないから、漫画家になるために、何の就職がいいかっていうことですよね。そうそうそう、ね、そうね、まあBL とか、まあ、あの R18 っていうのはいわゆるこうエロ系のことで今すごい、すっごい儲かってるんだよ、今ずっと儲かってるわけじゃなくて、もう今ほら電子になってさ、要するに昔はさ、エッチな漫画ってさ恥ずかしくってなかなか買えなかった、確かに買いたかったのが、借りたりとかさ友達、でもほらもう電子書籍とかもこれで買えるようになると、いくらでも買うから、みんなかなり結構いいなんていうのジャンルになってるんだよね、その課金率がね。だから別にこの路線で行くのは全然大丈夫だと思うんですけども、もう路線の話ね、路線の話、だから結局ジャンルによって就職先っていうのは考えないといけなくて、その平たく言うと例えば青年誌とかだと、ネタになるような会社に入んないとダメだよっていう、例えばそのとか、なんていうの、アシスタントだ、でもなんかジャンプとかだったらもうアシスタント先生、好きな先生とかアシスタント入りっていうし、例えばその青年モーニングみたいなところで書きたいんだったら、職業もののネタを拾うためにこういうとこで働いたらみたいな、パートでもバイトでもいいからってなるんだけど、
BL とかそのエロ系ってね、もうね絵がねすっごく上手くないとなれないのよ。じゃあ時間かかるね。もう絵100って思ってもらっていいですか。絵100、絵がもう華麗でなんて流麗で、しかもこうちゃんとこうエロさもあり、イケメンも美女も描けないとダメっていう。だから私とかは絶対なれない、私でも。あのジャンルは全然でもなれないの。絵的にもう全然密度が違うから全然なれないという、一番はい絵が一番上手くないとダメな、うん、要するにもう小学校ぐらいからコミケで同人やってたような人たちがなるというジャンルって思ってもらって、どうしたらいいの。じゃあ遅咲きのバナナさんはだから、まだまだもうアシスタントやるしかないです、うん、だから、うんうん、そのデッサン教室とかじゃないから、マッチのジャンルは。要するに背景かけない、トーンの貼り方とか。背景は今あのデータで貼り付けるやつがいっぱいあるから、もういちいち書いてる人いないから、そんなに。あ、そっか、うん、うちは書いてるけど、うん、若い子はもうそのあるのよ、背景集みたいなやつ、それを切ったり貼ったりとかするから、まあ、書けなくても大丈夫で、要するにトーンワークっていうか、トーンの貼り方とかカラーの入れ方とかを学ばないと BL 漫画家、エロ漫画家にはね、なれないんです。なれない。だから、絵を学ぶために、あのアシスタントやるしかないと思います。その自分が行きたいジャンルの先生のアシスタントね。それはもうね、なんか募集サイトでも何でもあるし、はい、先生に直で DM してもいいし。はい、疑問たもないお言葉お願いします。いいよ。そうね、今具体的な先生の名前を言おうとしたけど、ちょっとそれやめます。ちょっと聞きたかった。言っちゃうからね。言っちゃうからね。あの女の先生のところにアシスタント行ってください。女性の、うん、男の先生はやめてください。どんな漫画描いてるとかでも、いや、もう絵を描いてる女の先生のところに行きます。絵を描いてるね。こうやって具体的にチョイスしていかないと、男のまあなんか全然エロだけどちょっとジャンル違うところにでも3年とか4年とか潰すからね、みんなね。自分が描きたい絵に近い人のところに行くっていう、それがねできないよ、みんな。なかなかコメントとかって家が地形とか言ってね、誰か来てない。これ漫画家、漫画家になった結果、会社の犬になる可能性ってあるんですか。漫画家は、漫画家はあれだよ、害虫だから大丈夫だよ。やられてない。大丈夫だ、ね、害虫だよ、害虫、うん、出版社から外注されてるだけだから。大地震起きて出版社に逃げ込んでも入れてもらえないんじゃない。部外者ってことですか。漫画家は、って私は思ってるよ。へえ、今の話どう思う。配信あるから今日配信画家にもちょっと今、まあ、ね、別枠別枠ですね。はい、なんかあれですね、あのちーちゃんさんが先生さすが、わかりやすいです。拍手っていう。タイコさん、ジーンも見やすいですって、モノさんが。あ、すごいね。懐かしくない、この会社。見守ったみたいな、ね。思いっきり黙ってるみたいな。すごい。全然ある、今日。お嬢さんっていう。モノさんが、あ、バンドさん見えたって喜んでます。あれ、画角見えてないのか。見えてない。画角調整して全員見えるようになります。あ、さすが。よかったです。で、誠さんが、ちょっと生でイオンを見れたの初めてで嬉しいって、なんと石川さんも嬉しいって言いました。思ったより生、思ったより生なんだよね。思ったより生なんかいつも今日だけじゃないから、要は石川が言ってるから当たり前すぎて今なんとも思わなかった。石川はなんか道具と思ってるじゃん。まあ道具ですけど、そうですね。でも安定感ある、やっぱりイオンにね。編集で載せてるとみんな、結構なんかあの配信のねコメントもいろいろ皆さんありがとうございます。嬉しいね。まだもう多分見て埋まったけど大丈夫。これ裏もあるんですよ。4位よ、はい、ひっくり返します。キララちゃん可愛いって言ってますよ。じゃあ行きますね、次。はい、早速、はい、J 行きましょうか。 J、 はい、キララさん行きましょう。はい、じゃあ行きます。そんなに長くないから、うん、ちょっと読めるんじゃない。ラジオネームリホさん、28歳メス豚の方です。東村先生、キララさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。
今私は28歳なんですが、ぜひ先生にこれから先のおすすめの生き方を聞いてみたいなと思ってメールしました。ざっくりとこれまでの私の人生をまとめると、地方の田舎のあまり裕福ではない家に生まれ、田舎にいるのが嫌で大学進学とともに上京、大学2年生で初めて彼氏ができて1年付き合うも振られて大失恋、ちょうどその頃にやっていた研究が評価してもらえるようになったので、彼氏なんかよりも研究業界の人の方が私を評価してくれると思い、奨学金を取って大学院に入り、その後も研究を続けた結果、何の研究なんだろう、晴れて大学教員になることになりました。まあ先生になったのね、大学の。ですが正直22歳からこの年齢まで反骨精神もあって、とにかく研究ばかりしてきて、友達と遊んだり恋愛したり、漫画やドラマを見たりも本当にしてきてませんでした。学生時代の友達とは年に1回年末だけ会っていますが、それ以外に友達もいません、やっと研究者になれたので、これからはもっといろんなことをしたいと思っているのですが、何をすればいいのか、誰と関わればいいのか本当に分かりません。東村先生の漫画を読んだり、ポッドキャストを聞いたりすると、自分にない世界すぎてリハビリになる気がして、なので先生にこれから先のおすすめの生き方を教えていただきたいです。よろしくお願いします。何の研究やろかいな、これ。研究が気になりますね。やっぱあのゼリーみたいなのに、ゼリーみたいな、丸いの透明のゼリーの上に何か置いて顕微鏡で見てる系ってこと？ゼリーみたいなの、ね、ゼリーみたいなやつ、わからないね、何の研究か。何やろかね、女性で、すごいね。すごい才女ですね、でもそればっかしてきたから友達もあんまりいないと、恋もしてないと、恋もしてないと、で28でしょ、そうねもう受けちゃうよ。いやもうそんな、なんかもうかわいそうだなと思って、研究だけしてきてそんなさ、まあ、成功者だけどね、すごい人では間違いないですよね、でもさ、あのさ、そのプライベートも頑張んないとダメなのよ、そうなの、私研究頑張れるならプライベートも、だからもうずっと、その仕事もその夢に向かう努力もずっとみんなさ、なんかその、恋愛なんかしてる暇ないと、俺はこれに打ち込むんだみたいな考え方がなんか主流だけど、日本の、私はどんなに忙しかろうと、どんなに頑張んなきゃいけない時期だろうと、プライベートはプライベートでなんかやっとかないと、ポーンってなんか、なんかダメになっちゃう時が来るじゃん、仕事って。ダメになったりとか飽きちゃったりとか会社潰れたりとか、なんか何があるか分かんないじゃん、その時に支えるのってプライベートの側のさ、自分の人生でしょ、だからその2馬力でいかないとダメなのよ、片方じゃダメって。そう、片方じゃダメだよ、だって両方やってる人いっぱいいるじゃん、じゃあどうしたらいいですか、りょうさんはここからどういう生き方をしたらもう片方が充実できるんですか。そうね、何そうね、カンドラ見ろ以外に来てください。そうでしょ、心がやばい、もう今カとかケとか何も言ってないのに、とかなんか言いそうやなと思ったけど、でもまあ大学教員でしょ、そうね、一緒に行く、旅行っつったってね、一緒に行く人だって別にいなさそうだしね、友達一人ね、年末に会う、一人か知らないけどね、年末に会うとはいますけどね、学生時代の友達もガリベンの人でしょ、どうせ何どうせガリベンは、思い合いがすごいじゃん、だって年に1回しか会わんないから、これそう、儀式的同窓会でしょ、はいはい、だって学生の友達、だから田舎の友達とかね、あの、お盆とか正月に帰った時一回会ってるとか、そういうことでしょ、それってさ、全然もあの友達に入んないから、年に1回しか会わない人、農家農家の農家なの友達ってやっぱりさ、まあまあ、しょっちゅう会って悩みを相談したり、何でもないことであの電話、なんていうの、ハンズフリーで電話しながら、ね、ほろ酔いみたいなの飲んだり、だらだら喋ったりが友達でしょ。じゃあ私みたいに毎日のように会ってるけど、実際には会ったことない VR チャット友達ってのは友達なんですか。そう、だらだらおしゃべりしてるでしょ、
それはもう、友達は友達認定しますよ。私そんな、そんな、あの、ネットの中のやつは友達じゃないとか言うほどババアじゃねえから大丈夫。そこの友情ぐらいはもうわかるわよ。だって、そんななんか SF の映画とかだって見てんだからさ。そこはちょっと違うのよ、SF とは。はい、じゃあだからまず友達を作らないといけないんですよね。でこの年から大学の職員さんが友達作るって、あの普通にやってても不可能なんで、あのもう本当に習い事するしかないと思いますよ。習い事ね、習い事する一択でしょ。だってそういうチームがないと友達なんてさできないでしょ。だからそのまあ、私はね、その茶道やってるから茶道の人たちすごい仲いいし、うん、ね、でもう本当になんかもうみんな職業もバラバラだし年もバラバラなんだけど、うん、一個のテーマをみんなで学んでるし、そのね発表会的なさお茶会とかもあるし、打ち上げもあるし何もあるし、もうなんていうの、部活だからそれは、うん、すごい仲いいの、何年もずっと、うん、すごいお友達、もうそれしかないじゃん。だから、ね、うん、合理的に考えた時に、ね、お言葉いきますよ、うん、疑問たもないお言葉お願いします。いいよ、茶道やってくださいあの、いいと思います、研究者の人に、うん、茶道が一番いいっす、うん、疲れないし、そんなに、そうですね、うん、日本文化もね、あります、ね、そうそうそう、日本文化、和田さん、その頭のやつ、はい、素敵だね。和田さん、ちゃんとあのコメントを気にかけてください。なんかすごい、すごい難しい、頑張ります。和田さん、これ、成人式の時にのやつなんだ。かわいい、年代ものすぎて、大丈夫です自分で、ね、作ってみたいな感じで、これ土に帰りそうな色が成人式の時って10年前ぐらいってことですね。そうですね、10年ぐらい前だったよ。ラストの悩み、これ37年前だよ、はい、すげえ前だ、すげえ前。じゃあ、キララが好きそうな G いきましょうか。 G、 はい、はい、じゃあ行きますね、G、はい、ラジオネーム、しぶきレオナさん、年齢、秘密、かっこお酒が飲める年齢、メス豚の方です。あきこ先生、キララさん、こんばんは。こんばんは。私は VTuber をしています。モデル、かっこ便宜上こう呼びますも自分で作っているのですが、活動から2年以上経過した今も自身のイメージカラーが全く決まりません。私の現行モデルの髪の色は金髪で、先端には水色系のグラデーションがかかっており、瞳は緑色です。髪型は独特ですが元気なポニーテール系です。将来的にはバラが有名な地元の町おこしに参加できるようになりたいので、バラをイメージした大人っぽい赤色系を採用するべきか、現在の清涼感のある緑や水色を採用するべきか迷います。こんな私ですが、もっとおしゃれな VTuber になれるようにアドバイスよろしくお願いします。イメージカラーが決まらないということです。え、イメージカラー割と決めるもんなの、 VTuber の人って。決める、数人いたら決まる、その1人だったらそこまでないけど、5人とか3人とかのグループだったら結構決まる。この人は単独でやってらっしゃる、多分ね、書いてないけど、でも分かんないか、それは、私もう決めました、色を。あ、早っ、じゃあお言葉です、先に、じゃあ、身も蓋もないお言葉、お願いします。いいよ、ミントグリーンで。あー、なんでミントグリーン、なんでミントグリーン、ミントグリーンしか ないでしょ、この感じだからミント色しかないでしょ、ミント色。だってミントってさ、ミントってさ、分かりますよ、ミントの色。強く色。分かる。まずさ、なんていうの、緑がかったブルーで、まあ、可愛いじゃん。で、チョコミントのミントじゃん。ミントアイスとか、だから、なんかその、チョコミントにつなげていけるじゃん。好きな食べ物はチョコミントです、みたいな。昭和アイドルみたいな。VTuber ってするんじゃないの？ちょっとやって、VTuber の。出ました。こんにちは、しぶきレオナでーす。今日もですね、なんか最近私のあった活動についてごめんなさい、泣いてしまって、でもみんなのおかげで私頑張れるよ。なんで一回泣き始めた VTuber って泣くなんてか分かんないですけど、浮かびますわ。なんかあった、なんかあったか分からん、可愛かったね、可愛かった、可愛かった。チョコミントがいいって絶対で、あのミントとなんて濃い茶色のしましまとか水玉とか良くない？いいよ、なんかそういうの、そういうことよ、綺麗ですもんね、そういうことなんですね。チョコミントとか、はい、チョコミント、チョコミント、チョコミントね、好きな、
しぶきレオナさん、好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物はチョコミントで、三食チョコミントしか食べてません。ほらクルクルピタンって決まったね。今私自分で VTuber 投げてた、うん、これだった。あ、そうやろ、ピタやろ、ピタとなったね。やだ、かわいい。やだかわいい。大丈夫ですか、コメント。はい、はい、やだかわいい。この VTuber ネタ定番化しても人気出そうとかね、うん、このコメントが、うん、早い、すごいです。タラタラちゃんで終わった。タラちゃん終わりだった。すごいです。今の結構良くない？すごいです。VTuber。 さあ、お悩み、お便りのお悩みはここまでなんですが、はいはい、また後半にね、今度皆さんのここにいらっしゃる、うん、素敵な皆さんからのお悩みに後半に、ね、最後らへんから答えていこうと思いますので、うん、はいはい、皆さん楽しみにしててください、はい、そして今回採用されなかったんですけど、ラジオネーム冷蔵庫ちゃんがね、うん、ここにいるらしいんで、いつもお便りくれる、うんうん、冷蔵庫ちゃんどこ？冷蔵庫じゃない。あ、置いた。冷蔵庫ちゃん、そうなん、めっちゃ可愛い。冷蔵庫来てないんです、うん、冷蔵庫冷蔵庫じゃない。冷蔌庫相談が、心が暇っていうことってあるんですか？心が暇でしたけど、またラジオでもね、採用されるかもしれないので楽しみにしててください。はい、はい、番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta.r@gmail.com です。トークテーマや質問、何でも募集しています。採用された方にはミモフタステッカーをプレゼントいたします。お悩み相談でした。はい、私じゃあ一回、引っ込んでいいわけ、これで一回。次は元の子もないとだから、先生と谷岡でも、はい、いや、ここにいたいんだけど、うん、別に、そうか、谷岡って喧嘩がある喧嘩があるのね。あ、それ自分の置いた方がいいですか、はい、大丈夫。あ、用ね。用、いります。いた方がいい。それ見たいよ。あ、みんな、みんな言うんだ。そうですね。私ちょっと皆さんのお便りを選別してください。はい、はい、じゃあ、じゃあ先生のお隣へどうぞ。はい、あ、ちょっと僕も、あ、なんか用意があった。あ、用意が。じゃあ、じゃあなんかね、コメントとか。すごいね、はい。あ、そうだね、ここも今配信されてんだもんね。そうなんです。あ、このまま。あ、コメント読んでください。はい、そうですね、急に言われて今頑張ってます。よし、じゃあありがとうございます。バウドさん前のめりっていうコメントがありました。ここも聞いてるからね、はい、で、なんと冒頭のパピコさんがキャーン、配信にキャーン送ってくれ、映りたかったらこっち来てもいいんだよとか、そこでなんか立っててもいいんだよ、別にそうね、こんな感じで。パピコさんがね、パピさんちょっと被ってるし、うん、ね、あ、じゃあそうね、そうね、本当の喧嘩になっちゃったらね、仲裁入ってもらわないと、ね、はい、やっぱなんか、ね、そうね、のっぽすぎるから、のっぽすぎる、のっぽすぎる、座って、のっぽすぎる、目立っちゃい、目立っちゃい、ワンド君もこれもなんか今、いいところ、端っこに映ってるらしいです。先生の、分かりやすいっていう感じで、はい、動画もよろしくてですね、うん、あと配信に今日送ってくれたっていうことで、冒頭のパピコさんが喜んでおります。パピコさん、ありがとうございます。いいね、ファンサがいいね。まあね、嬉しい。行きますか。はい、行きましょう。それでは行きましょう。続いてのコーナーこちらです。谷尾くんのもたもくも大胆。ありがとうございます。このコーナーは皆様からのお悩みに、私谷尾くんが元も子もないお言葉で解決していく、ん、解決、お答えしていく相談解決コーナーでーす。ありがとうございます。嬉しい。どうも皆さんこんばんは。せーの、自己肯定感アップアップ。誰もついてこない。あれ、今日は誰もやってない。誰もやってない。すごい。逆に珍しい。やっぱり、逆に珍しい。逆に珍しい。誰か一人もやってくださると思ってたんですけど。急すぎた。急すぎた。急すぎた。あ、じゃあ、もう一回いきますよ、皆さん。いきますよ。せーの。自己肯定感アップ。あー、うわ、前列だけ。後ろの方何もやってくれてない。全然何も知らなくて。やっていきましょう、皆さん。聞かないでください。気を使わなくて大丈夫です。
いや、辛くないです、そんな。腕上げるだけですから。配信とアップアップやってました。はい、ありがとうございます。皆さん、嬉しい配信の方々、今日も元気ですか？はい、うるせえな。いつも通り声量はいつも通り、うるせえな。元気よくやりましょうって話でしょ。このコーナーは読めよ、はい、読めよ、はい、はい、というわけでですね、ここからは谷尾くんと秋子先生でお送りしたいと思います。早速なんですが、なんとこのコーナー宛にメールが届いてます。ありがとうございます。早速読ませていただきます。コンビモです。30代犬まみれです。最近はお悩み相談以外にも谷尾くんと秋子先生のトークバトル、バードさんとキスさんのトークも楽しくて、より楽しく拝聴しています。嬉しい、ありがとうございます。貴重なリスナーだよ、これ。本当ですね、犬まみれさん。30代、3、4人のうちの1人だね。個人的に、はい、犬まみれさんですね。はい、漢字で犬、ひらがなまみれですね。そうだろうな。個人的に、僕らの時代のいろんな方々のトークを聞くのが好きなので、同じ漢字で、在宅勤務中に楽しく気楽に聞かせていただいてます。僕らの時代みたいな感じで。どういうことなの？聞いてるの？僕らの時代的な感じ、 で、身も蓋を聞いてる。聞いてるってこと？ありがとうございます。ちなみに私の中の黄金界、天上界とこんななんか、ね、地下のなんかね、泥の底の底みたいな。泥の底の底。僕らも頑張ってますから。ちなみに私の中の頑張ってねえだろ。頑張ってますよ。頑張ってます。ちなみに私の中の黄金界は、あ、これ僕らの時代の黄金界ですね。僕らの時代の良かった界は、庵野萌子さん、伊藤理沙さん、二宮智子さんです。いつか秋子先生にも出てほしいハートマーク。あ、そんな漫画家の先輩方が出てらっしゃったんだ。はい。そんなある日、気づきました。それは、娘が見ているクレヨンしんちゃんのことを仕事中に聞いていたとき、谷尾くんの声が聞こえてきたのです。皆様ご存知でしょうか、クレシンで昔からいるご近所さん夫婦のミッチーとヨシリンです。ヨシリンの声とキャラが谷尾くんにそっくりなんです。ヨシリンは奥様のミッチーを溺愛、甘やかしまくって自分にも甘いというくせ者キャラで、毎回ヒロシちゃんに才を困らせています。ふざけているようで、でもなんだか変に真面目、こだわりもある感じもすごく似ているなと思いました。谷尾くんは彼女さんがいないそうですが、もし今できたらこのくらい溺愛するのかなって思ってしまいました。正解です。ヨシリン、アヒコ先生知らなかったらぜひ見てみてほしいです。知ってますか、ヨシリン。顔を見ればわかると思うよ、結構見てるから。声はちょっと確かに思い出せないですね。思い出せないですか。確かに思い出せない。どうなんですか、似てるのかな。こだわらないと、あ、今回は元も子もないとですけど、こだわらないとのテーマに沿ってなくてすみません。どうしても言いたくてメールしちゃいました。ありがとうございます。なんか優しいね。だってさ、そんなさ、ね、谷尾くんに似たね、声とキャラがいるとしてさ、いたとして似てると思ってもさ、わざわざこうやってメロ売ってさ、本当ですね、送る労力ってまあまあやんか。しかもすごい長文で送ってくださってますからね。他にもバードさんのこととか話されてますし、嬉しい、ね、やらせ臭い感じ。やらせじゃないですか、大丈夫。30代犬まみれさん、犬まみれさんですよ。私思うんだけど、はい、ラジオってさ、マジで、お便りを少ない時とか、捏造すると思うんだよね。はいはい、そう、全部がじゃないけど、そういうのあると思うんですよ。はい、うち本当ないよね。ないないないです。うち一回もないよね。少なかったらもう諦めよったもんね、少ないって言われてね。もう意味わかんない時、キラーさんにちょっと今月少ないかもみたいな、なんかちょっと出してみたいに言われて、出して通んなかったっすよ。何わかんない。普通のお便りだって、やらせじゃないんだよ、それ。本当に人として出せってことなんですよ。確かに人間として。こういう人がいたらみたいな想像で、だから普通に負けたらしい。うちはもう本当にそういうのなくて、皆さんのお便りで本当に成り立っているので、本当に感謝だね。本当いつもありがとうございます。最後の授業ありますよ。
急にぐっと寒くなりましたね、うん、皆様ご自愛くださいませ犬まみれ。優しい、ありがとうございます。犬まみれさんいらっしゃるのかな、いらっしゃらないかな。はい、コメントの方では、はい、マサさん確かに似てるわ、ブドウネズミさん、え、確かに、ブドウネズミさん似てます。ももさん、うん、ももさんがそのバードさんの投稿気になるってそのボツになったね。あ、うん、あ、なんかあのバカップルみたいな、そうですね。すごい、ブドウネズミさんありがとうございます。ブドウネズミさん覚えてます？何僕があの1回、うん、あのバードさんと一緒にコーナーで、うん、あきこ先生と、うん、キララさんの代わりに皆様からのお便りを読みましょうっていうコーナーで、うんうん、ブドウネズミさんを送ってくださった方です。あ、そう、よく覚えて、ね、覚えてますよ。ブドウネズミさんがはの名前は覚えてる。あ、本当ですか？すごい名前だから。ブドウネズミさん、バードさんにその投稿内容を教えてくださいって、また今ブドウネズミさんちょっとコメントを見た、ケイコさんがコメント読んでなんかちょっと何言ってるか分からない。すごいです。あの活字読むのがあんまりなんかちょっ と, あの文字のね、サイズ的な年でちょっとなんか56歳になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃん入れてもらった方がいいかもしれない。すみません、なんか、うん、全然大丈夫ね、はい、ありがとうございます。誠さん、過去放送回を聞いて、太鼓さんが、太鼓さんが出してたのを発見して驚いたみたいな。太鼓さんね、あ、そうです、うん、あの初期の頃、第26回ぐらいでしたっけ、だから、広島県に住んでるので暴走族がすごくうるさくて、その暴走族にどうしても部屋で、まあ、結婚したばかりだったんですけど、暴走族が聞こえるとうるせえくさって言ってしまうっていうお悩み。そうなんですよ、広島だな。それで明子先生が暴走族の漫画を読んで彼らのバックボーンを知ることでちょっとは落ち着くんじゃないかという、うん、ああ、できない、ぶったく、ぶったく。そうです、それで私は広島のバッドボーイズとかを読んで、それで身も蓋もお便りに採用された嬉しさで今は収まりました。ああ、なるほど、こいつらのおかげで。そうです、そうです。はあ、未だに、未だになんで、いや、そういう方多いと思います。お悩みがあったけど採用された喜びで、なんか、あ、お悩みのおかげでみたいな、なるほど、多いと思います。嫌な思い出がね、上書きされて、なので皆さんじゃんじゃんお悩みを、うん、そうですね、先生に。でもこれ送ったら送ったら読まれなかったらまたね、なんかお前のコーナーだろ全然、はい、その感じ。いや、違うんだから、僕はみんなで喋りたいの。習うしかないよ、みんなで喋る。何やって習うしかないやるよ。そうだよ、ちゃんとあれ、うん、はい、あれして、対決で、はい、対決リベートだ、リベートしろよ、トークバトル。ほや、トークバトルしろよ。今日はどんなトークバトルにしようかな。なんで強者の振る舞いなんだよ。どんな風に戦ってやろうかな、じゃない。ちょっとね、僕ね、髪色変えたんですよ、うん、髪色変えて、いいよ、ありがとうございます、うん、で、ちょっとね、服もどうですか、皆さん、ちょっとね、おしゃれな感じになりました。わかります、変わった見えのみ、なんか、すごい拍手してくださる方もいる。あー、すごい、ありがとうございます、来てくださって嬉しい。で、ちょっと聞きたいんですけれども、うん、今後僕がおしゃれになっていくにはどんな服装を着たらいいですか。これあれ、このハテナって、はい、所十三先生の、所十三先生の漫画のここに出てくるハテナじゃない。あ、今40代どっかで40代、40代か、うん、所十三先生ですか、うん、知らないか、君若いから。いいよいいよ、お座り。で、これ僕もっとおしゃれになっていきたいんですよ僕、うん、やっぱりね、服を買ったの分かったんですけど、うん、新しい服買うとすごく気持ちいいじゃないですか、うん、着るとね、だからもっともっと新しい服着ていきたくて、うん、高い服とかもちょっと手出したいんですけど、うん、高いから、うん、手出すにも、うん、なんか変なとこ手出したらね、そう、うん、それ以外手出さなくなるから何着たらいいかなっていうとすごく悩んでます。え、それはその可愛い系、それは私に相談してるの今、何を着たらいいの。そうです、そうです。あ、そうなんだ。これディベートする感じで相談してる。いや、なんかこれからディベートに発展できればいいかなと思って。お洋服ってことね。そうです、それ。谷尾くんじゃごめん、はっきり言うね、はい、谷尾くんの、はい、この今日ね、小綺麗に新しいお洋服で着てるんだけど、はい、これさ、クソダサいんだわ。え、なんか結構ダサいんよ。いや、そのマジで。いや、本当に結構ダサいんよ、ごめんね。いやいやいや、全然、いや全然、それは全然、ね、服に罪はないから、まあね、単独で分けるとね、別に
ダサくないんですよ。はい。でもなんていうの、その、まあ、谷岡ってファッションのこと何も分かってない、ね。まあまあまあ、あんまり分かってないですね、僕は。そうね。だから、そうなんていうの、ジャンルをまず決めないと、ジャンルいけないんですよね。ジャンルって何ですか？ジャンルは分かってよ。ジャンルだからさ、この、例えば、なんていうの、うん、こう、可愛い系とか、うん、ちょっとその、まあ、もう難しい言葉言っても分からんと思うから、シンプルになんかモノトーン系とか、うん、あ、分かりますよ。分かりますよ。それは分かりますよ。肌綺麗になったね。ありがとうございます。この間いただいたヒルロイドでしたっけ、うん、ヒルロイドが。あれ全然違うよね、肌がね。ね、肌がもう、ガサガサだったもんね。そう。カサカサやったよね、なんかすごい。そうですね。ガサガサやったって。ありがとうございます、うん。だからもう使ってるんですよ、ちゃんと先生がいただいたものを。どういうとこで服は買うの？いつも。ね、最近知ったんですけど、シーンっていうアプリ。ああ、シーンね。あれ、安いですよね。うんうんうん。そう、そこで手を出して買いました。これもそうなの？そうです。ああ、そうなの？はい。自分で見て、あ、これいいなと思って。うんうんうん、だセンスもありますよね。うん、個別で見るとめっちゃ、全然。個別で見ると。おしゃれなものなんだけども、そうね。うん、まず、ピアスは何なの？これピアスじゃない。イヤリング。あ、イヤリング。イヤリングなの？穴は開けないと出るだろ。穴は開けない。ピアス開けないと始まんないでしょ。いや、ピアス開けたくないんです、ピアスは。なんで、前もこの話したな。ピアスだってね、もう、それはまあ、ちょっとね、まあ、定型文ですけど、やっぱり親からもらった体ですし、うん、痛いの嫌いなんです。大丈夫、どうせ死ぬんだから、開けたってさ、始まんないぐらいで。いやいや、違う、燃やすとかじゃない。死んだら燃やすんだよ。ここに穴が開いてようが開いてなかろうが、親もなんとも思わないよ、別に。まず、痛くないですか、うん、ピアス開けるって、怖いんですよ僕、うん、じゃあそれぐらい乗り越えろよ。お笑いの方がもっと修羅の道だろ。いやいやだってイヤリングで済むんだ。イヤリングで済むんだったら穴開けなくてもいいんだから別に。イヤリングってイヤリングってほんとダサいと思う私。なんでですか。もう今確かイヤリングってもうマジでなんか中学生ぐらいマジじゃないの。高速で開けられない、うん、開けられない子がやるとか、あとはそうお年の方がやるとかで、うん、なんか谷尾くんぐらいの年でやっぱピアスに見せかけたイヤリングしてんのってマジで終わってると思う。終わってはない。そういう見せ方もあるでしょ。おしゃれの覚悟がもう全然できて、谷尾くんだったら、うん、もう5個ぐらい開けててもいいと思う。そうなの？キャラクター的に。いや見てられない。おしゃれってそういうことだから。いや、おしゃれってそういうことだから。違うだろ。ピアスね。自分がこういう人間ですよって相手に見せるためのものだから、うん、自分の生き方とかスタイルとかを、うん、表面上を相手に見せるもので、うん、まあだから自由なんだけど、うん、ワル君だってクソダサかったけどすごいおしゃれになってる。ちょ前置きいりますか？ワル君だって髪も自分で着てたもんね昔ね。自分で全バリカン行ってましたね。ピアス開けてます？ピアス開けてないよ。これ開けてないですよ、だから。でもイヤリングしないですよ。でもほら、この子野球の子だからさ。野球の子、うん、野球の子だからピアスとか別に野球選手ってピアス開けるの？まあ清原ぐらいですね。あんま開けないよね。なんかほら野球選手に憧れてるからさ、ピアス開けなくてもいいんだけどさ、イヤリングするのが変やよって言ってるん。イヤリング、でもピアスに見えればいいってことではないんですか？だからそこがダサいんです。そこなんだよな、わかんないだろうな、君には。わかるよね。見せかけてるってこと。見せかけてるよね。見せかけてんのさ。見せかけてんのさ、もう。嘘っこ、うん、嘘っこだ。嘘っこ昭和の言い方。化粧なんて全部嘘っこじゃないですか、化粧してる時点で。そうでしょ。そうかな。化粧してるんだからもうみんな。みんなほら首振ってるよ、ね。ほらね。すいません、今のは違います。汚いやつだな、お前は。そういうとこ。それとこずるいのこれ逃げる。でも通せばいいじゃん。通せばいいじゃん、自分の意見を。ディベートだから、あくまでディベートだから。化粧をしてる時点で、だから人って顔に嘘ついてるんですよ。みんなそう。僕もそう。今メイクしてます。みんなそうです。ここにね、このラメを塗ったりとか、ね、動乱塗って、唇塗って、もうみんな化粧で顔作ってるんですよ。うんうん、だからもうみんな嘘はついてるんです。そこに、だからピアスに見せかけたイヤリングして何が悪いんですか？なるほど。クソバカってことなんよ。古いの。ディベートってそういうことじゃない。悪口で敵を罵倒するのはディベートじゃないです。いいよ。いい大人でしかも芸能界を目指そうとしてる若者
がピアスの風のイヤリングしてるってことはもうクソバカだし、なんていうの、いいじゃないですか、健康的だし、なんていうの、もうさ、もうなんかもう将来性ゼロなわけ。今ね、あの TikTok とかっていうのは中高生が見てるわけじゃないですか、うん、中高生が見ているものの前でね、このピアスバリバリに開けてるの見たら、うん、ああ私もああなりたいってなっちゃうでしょ、うん、そしたら不健康で不健全でしょ、うん、だったらイヤリングで、実はこれイヤリングなんですよ、みんな穴は開けないで行っていこうねっていうメッセージもできるじゃないですか。で君さ、ウルトラマンさ好きじゃん。大好きなんです。ウルトラマンオタクなんですよ。それは全然いいと思うけど、はい、ウルトラマンオタクがピアス風イヤリングしてると、うん、ウルトラマンオタクの人、うん、全員に申し訳ない。申し訳ない。別に申し訳なくて、幼稚な幼稚なやつが完成しているっていう見本になっちゃうから。いや違う、もう幼稚でもね、もうイヤリングをそういう人って大体してないことが多いじゃないですか、お互いの方って。あ、これはちょっと偏見だ、ごめんなさい。イヤリングはしないよ。ピアスはするけどね。イヤリングはコメント欄が荒れてます。荒れてる。すごい荒れてまして、はい、パピコさん、開けちゃえ、開けちゃえ。荒れてるって、そういう荒れてるんですか。そうですね、もうほとんどが、ピアス開けてしまえばあとは楽とか。あの五七五七五七開けてしまえばあとは楽。ピアスだけね。ピアスを自だらずすぎますけど、ね、最初だけ。もうすごい、開けろコード。ただ一人、はい、イヤリング派です。頑張れって言ってる。頑張れです。いらっしゃい。何さんですか。名前を聞くなら。ももさん。ももさん。ももさんのために頑張ります。そんなあれ開きません。女の子やからさ。女の子でしょそれ。女の子でしょ。そうですね。小林くんは？僕は何もつけてないです。何もしないです。だからさ、アクセサリーつけないとダメだって芸能人になるんですよ。僕は圧倒的に顔がいいんで大丈夫です。圧倒的なんだ。いや、ダメ、もうアクセサリーつけないとダメだよ。そうですよ、アクセサリーはつけますよ、やっぱり。運気が上がんないから。怖いよ。運気が上がんないから。運気が上がらない。金属つけないと。わかりました。つけます。思ってない。想定してない。から声が時間よ、時間、まあ、時間ですよ。盛り上がってるの。盛り上がってた。盛り上がってた。ちょっとどっちが上がるか決めましょうか。あ、じゃあ拍手ね。じゃあ拍手ですね。じゃあ、はい、カニオくんの方が勝ったと思った拍手。え、一人いらっしゃいました。一人いない。お一人いらっしゃいます。まあ、え、もう一回。ちょっと勇気を持ってる。いきなり光りなかった。じゃあちょっと心落ち着かせて、はい、決めてね、心から決めてと。はい、谷尾くんの方が良かったと思う方、拍手。でも、私に気使わなくて大丈夫ですよ。思った、穴開けたくない人もいらっしゃる。思ったですね。あ、じゃあこれも踏まえて、谷尾くんが、ディベートだからね。谷尾くんが良かったと思う方、拍手。ありがとうございます。お一人、わー、ありがとうございます。男性のお二人がしょって、お二人、お一人と、お二人、後ろも、ありがとうございます。あ、なるほど、わかりました。ありがとうございます、すみません。なんかこう、ね、緊張した空気に耐えられないタイプの方。これなんかやるだろう、なんか。ゼロということに耐えられない。耐えられないタイプの。優しい。あ、分かった、じゃあ僕からだからだ。あきこ先生から聞いたら。長いや。最後拍手で終わりたいから、あきこ先生の方が勝ったと思った拍手。はい、じゃあ、進めてください。よかったんじゃね、はい、うん、攻めてた瞬間もあったけどね。はい、以上、もともともないです。わかりやすい。はい、わかりやすくて。はい、ありがとうございました。本当肌つるんだって。ありがとうございます。本当は仲いいですよ。本当は仲いいんでね。エンタメの。いや、本当さほど喋んないです。ぐらいで。それは僕が緊張してるから。マヒコ先生から歩み寄ってください。三島さん。大人になれよ。大人になれよ。